はい、今回ですね、 5N 来ました。奥間のねカバラ 5N 出ましたということで、ここにですね、マックスパワー、3号ね 300m 巻いてきます。こちらです。でですね、スペック上だと3号が 600m かな、確か巻けるようなどうのこの、どうでしょうね、ちょっと多分ね3号が700、ざっくり勘でいって大体700ぐらい入りそうなんですね。ということでね、また直感で下巻きを合わせますね。ちょっとね、まあ見ておいてください。結構やっぱ YouTube 見るんですか？ YouTube しかやらないんです。ああ、そうなんですか。私は見てます。 YouTube 見るんですか？私は TW に乗ってるんですよ。え、そうなんですか？いじってんですか、いっぱい？あんまりいじってないですか？あ、スーパーカー、あ、大好きですね、むしろね。車とバイクと釣りは、釣りはまだ4年目なんで。っていうか、あれじゃないですか、だって TW とスーパーカブって、スーパーカブあたりが今一番トレンドですもんね。マジでね。すごいですよね、今ね。カブこんなにカスタムできるんだみたいなね。それで何、暴走してるんですか、その辺。バイクっていうのはあれですよね、こう自由を感じるからいいですよね。やっぱこう風に吹かれて何とも言えない開放感が。よし、ちょっとね、じゃあ巻き始めてみましょうね。このリールマジでね力が強いんですよ、すっごい強い。でこう空の状態ですよね、要はね、あのテンションがかからない空の状態で巻いた時は結構ねマジでギアノイズ、あのステンレスギア独特のねギアノイズ感じるんですけども、テンションが入るとね全くそれがなくなるんで、非常にですね巻き心地感がいいです。でとにかくね剛性面が強いです。あのラインにテンションをかけて糸を巻いてるだけでね、その剛性面がね全然違いにね感じますね。素晴らしいです、本当いいリールです。でこれが 5N が、28,800円に消費税だから3万円ちょいぐらいかね、3万円ちょいぐらいでこのリールが買えるっていうのは本当ね驚きですよね。本当ちょっと安すぎる感じがしますね。もう少し、もう1万5000円高くても逆に寝頃感があるような気がしますね。でこの時ですね、もう今下巻き入れてるんですけれども、こうざっくり見た時にこの糸がこっちに巻かれた時に、この幅とねこう比べながらですね、どれぐらいの厚みになるかなみたいなのをこう見ながらですね、なんとなく調整していきます。もうこれはね勘ですね。今ね下巻きですね。で普通にね青物ジギングでね使っていくので、ハイピッチ系でバンバンしゃくっていきますからね、あんまりパンパンでもしょうがないので、上からだいたいね 1.5 ミリダウンぐらいですかね、それぐらいで収まるようにねしていきたいと思いますね。もうちょいだね。このリールからここまで入れてくれっていうねあんですよ、そういうこう何とも言えないねリールとの会話があるんですね。よし、頭おかしいんじゃないかってね、こんなもんでいいでしょう。これでね大体ぴったりだと思います、ね、そしたら今度はですね下巻き完了しましたので、メインの糸とね、下巻きをつなぎます。これね緑の細い方が、メインラインですね。で白い方が下巻きラインですね。太さがね全然違います。なんか最近あれですね、不思議なぐらい近いところが見えなくなってきて年ですね。ちょっとですね、これで、必ずですね P ラインを
結束するときは必ずね、全てにおいて熱処理を加えるってことですね。これものすごい重要です、ね、よし、ここまでいきましたんで回りましょう。さあ、いい感じですね。多分ね、ぴったんこだね。ね、過ぎましたね。むしろちょっと待って、完成しました。完成です。ちょっとね、またよりよりでね、撮ってみましょう。はい、こんな感じです。いかがでしょうか。少しはですね、下巻きもうちょっと下げてもよかったかなとも思いますけどね。まあ、つらつらにね、かなりピシッと入りましたんで、これはこれでね、ピシッと決まりましたんで OK だと思いますということですね。いかがでしょうか。1ミリから1.5 1ミリから 1.5 なんですけどね、ちょっと気持ちね、気持ち少し多かったような気もするんですけど、でもそれぐらいね、巻いておいた方がね、いいですね。はい、うん、で硬さもね、バッチリなんで、こうね、これ魚あげた時のリミットはもうそれしか仕方ないんでね、うん、魚がかかってたか回収で緩く巻いちゃう分にはもうどうしようもないんで、うん、ダメです、ダメです。だからあ、魚がかかってやっていくうちにその糸が緩まっちゃうっていうのもそれはしょうがないんですよ、うん、それはしょうがない。ただ巻き最初の段階でしっかり巻いとかないと糸食い込んじゃうんで、そう、それで普通に例えば回収してて若干テンションが緩むぐらいで糸が食い込むってことはないです。うん、はい、はい、じゃあこちらですね。はい、
こういうことです。ね、ありがとうございます。